羽生結弦さんの単独アイスショーが決定。中国ファン歓喜、有限実行だ。幕泣き、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケーターの羽生結弦さん、27の単独アイスショーの開催が決定したことが、中国でも早速紹介された30日午前11時11分。羽生さんのツイッター公式アカウントは、羽生結弦。 初単独アイスショー開催決定。と発表。タイトルや演出など、細部に至るまで自身がプロデュース、長きにわたる選手生活を経て、プロとして歩み出した物語の始まりですと綴った。同アイスショーは11月4日、金曜日、5日、土曜日に横浜、ピアアリーナ MM で、12月2日、金曜日、3日、土曜日に八戸、フラット八戸で行われるチケット販売は10月5日、 水曜日午前10時からテレ朝チケットにて先行、抽選受付が開始される羽生さんはアイスショーの公式ウェブサイトで、これまでの僕の歴史やスケート人生そのものを感じていただけるようなものを、という思いから、アイスショーを企画しましたと説明。初めて僕一人で全てをやりきるアイスショーになっています。これから、いろいろな物語が紡がれていくといいな、このアイスショーが、 その物語のプロローグとなるようにという思いとともに全力で向かっていきます。原文ママとコメントしたこの切報に中国のファンからは、わ、有言実行だ。楽しみ、このスピード展開よ、新たなスタートだ、単独って、出るのはズズ、羽生さんの相性だけ。ああ、あ,あ叫んじゃう。たまらない、Twitter の通知見て、危うくスマホ落としちゃうところだったよ、プロローグって素敵泣きそう。 ベイビーは約束を守ってくれた。バク泣き、なるほど、このために昨晩ツイッターアカウントを開設したのね、ああ、行けない、Q、私も行きたいよ、Q、中国でのアイスショーも早く開催してくれますように。待ってますなど、早くもコメントが殺到している、羽生さんは先日出演したテレビ番組で、アイスショーを年内に2回くらいやろうと思っていると明かしていた。有限実行のアイスショーでどんな姿を見せてくれるのか。 期待が高まる。翻訳、編集、北田、羽生、譲る、初の単独アイスショーにも喜びと応援の声相次ぐ。中国語や英語のメッセージ届き世界中から注目、プロフィアスケーターの羽生、譲る、27が9月30日、公式ツイッターとインスタグラムを開設し、幼少期の写真を投稿した羽生は、30日に自身のインスタグラムを開設して更新。 私服のものとスケートを楽しんでいるものの2枚の写真を掲載して、ツイッターも解説したことを伝えた幼少期の写真にファンからは、可愛い,い尊い、最初の写真がまさか幼少期。最高すぎてるよ、なんだか涙が出ますなど絶賛の声が寄せられた。さらに、羽生はツイッターで初の単独アイスショー、プロローグの開催を発表。ファンからは、嬉しい、みたいな楽しみにしています。 頑張りすぎず頑張ってねといった喜びと応援の声が相次いだ。その他日本語だけでなく、中国語や英語のメッセージも多数投稿され、世界中から注目が集まっている羽生結弦さんが日中国交正常化50周年の記念式典に、中国ファンは、ネクタイに注目、フィギュアスケーターの羽生結弦さん27が29日。 東京都内で開かれた日中国交正常化50周年の記念式典に出席した特別ゲストとして登壇した羽生さんは、皆さん、こんにちは。フィギュアスケートの羽生結弦です。今日、9月29日は、日本と中国が国交正常化した記念すべき日です。私は仙台から参ったのですが、このような式典に参加できて、本当に嬉しく思っていますと挨拶。 今年2月の北京冬季五輪に出場したことに触れ、中国の方々の親しみやすさと温かさに触れてきました。とても感動しましたし、皆さんの応援に背中を押していただきましたとした上で、日本と中国は隣り合っているからこそ、もっともっといい関係でありたいですね。僕も役に立ちたいと思いました、と語った。また、今年7月にプロスケーターになることを宣言しました。これからも現役として、 4回転半ジャンプに挑戦していきますし、日本と中国の方々に最高の演技を届けられるように頑張っていきますとしたほか、日本と中国よりお互いが理解し合ってより交流が増えるよう、そのきっかけになれたらいいなと思っています。と語った。さらに、ちょっとだけ覚えましたと中国語を披露。共に登壇し、通訳を務めたニコ奏者のチャンヒナさんにフォローされながら、私は今年27歳です。 シャンヒナさんは24歳。27プラス24イコール51以上は中国語都市。これからあと5時間ほどで日中国交正常化51周年の初日を迎えます。これからの50年も共に力を合わせて頑張っていきましょう。明日のために、未来のために、そして私たちの次の世代のために一緒に頑張っていきましょうと締めくくった羽生さんは中国でも絶大な人気を誇っており、 同日は中国 SNS ウェイボー、ウェイボーで、羽生譲るがトレンド入り。ネットユーザーからは、感激した。風格のあるスピーチだった。感謝の心を持った子、あなたは本当に両国の友好のきっかけと絆です。あなたは世界の宝、赤いネクタイをしてる。本当に心配りができる人、彼は中国をとても尊重してくれる。 両国くんが信頼関係を築くための友好の使者だといったコメントが寄せられた。また、中国語を話すときは試合の時よりも焦ってるね。笑い。本当に頑張って練習してくれたんだね。はははは。中国語を話すゆず。めちゃくちゃ可愛い聞き取れなかったけど、とても素敵。あああ,あ、中国語。私もあなたのために日本語を勉強していますといったコメントも書き込まれた。翻訳、編集。 北田、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願い。